広島カープ塾始めます。今回はですね、ちょっとドラフトについて、まあ今回ね、もうカープドラフト終わりましたので、話していこうかなと。そうですね。またリスナーの YouTube 見ていただいている方からなんか塾長から聞いたんですけど、そういった書き込みがあったと。はい。書き込みもありましたので、ちょっとドラフトを、はい、まあまだね細かい選手の映像を見たり、その学生時代のアマチュア時代の、プレーを見たり、数字を見てるわけではないので、はい、まあ、表面上の数字上からにはなるんですが、はい、話していってみようかなと、はい、お願いします、はい、でまず多分カープで言うと中堅の若手と言われるところの伸び悩みからなのか、はい、今回全部即戦力と言われる選手をほぼ取ったんですよね、一人以外は。そうですね、なんかいろんなコメント聞いてると、このカープがほとんどピッチャーじゃないですか今回のは。はい、これが結構他の球団からするとびっくりするような感じみたいですね。そうですね、あと高校生一人だけなので。そうですね、もうピッチャーといってもラスト5位のピッチャーが高校ですけど、あとは違いますかな、そんな感じです。はい、そうですね、ですね。あ、チェックのみか。そうですね、失礼しました。はいはい、1位を読み上げると栗林良投手ですね。はい、トヨタ自動車と、2位、これは右投げ右打ちですね。はい、森浦大輔、これ天理大学大学生ですね。はい、左のピッチャーですね。はい、で3位が篠平学院大学の大道春樹。はい、これも右投げ右打ちと。はい、4位が小林達人、これは智弁和歌山ですね。はい、宮城美智と。はい、で5位が独自流四国ですね、徳島ですね。はい、ですか、並木投手ですね。はい、宮城美智と。で6位がこちらが内野手ですね。内野手ですね。で育成1位が、キャッチャーと、はい、ね、はい、はい、じゃあ局長お願いします。はい、で多分このドラフト1位の栗林選手については多分カープ2年前もマークはしてたんだと思うんですよね。ああ、そうですね、社会人ですからね、はい、チャンスだったんですからね、はい、だけどやっぱり、まあ、カープも上位で指名するあれもなかったので、まあ、本人も上位ではなければ、まあ、見送ると言っていたので、まあ、社会人に行ったんでしょうけれども、まあ、そこで1位になるぐらい成長できたっていうのは、はい、本人にとっても良かったんでしょうね。プロで2年間でドラフト1位並みになってたかどうかはまた別問題なので、まあ、入るときはね、入るっていうの重要ですよね、そうです、やっぱりアマチュアだから伸びるっていう要素とプロで鍛えられた方が伸びるっていうのは各選手によって違うと思いますので、うん、でこちらは多分どうでしょうね、今のカープのメンバーだと先発には入りにくいと思うんですよね。うん、153キロが最速で出てと、1年目から10勝も狙えるし、まあ後ろでもいいですよという感じですね、感じだと思いますけれども、今のカープの陣容だと後ろの方がいませんので、このつまり塾長って栗林良治投手が先発に投げられないなというよりも、カープの投手陣がかなりこう、なんですか、後ろが低和ですと、薄いですと、その層がですね。そうですね。から、まあ、投げた方がいい、後ろ投げてほしいと、先発じゃないと。そうです、1年間通用する、まあ、例えば島内投手とかいないわけではないですが、やはり3週間ぐらい、もしくは2週間ぐらいでもう通用してないので、そうなんですよね。力の問題で足りないというよりかは、シーズン通して見て優勝を目指すんであれば、やっぱり調子がいい時しかちょっと使えるこのいい悪いが大きすぎますので、はい、そうなんですよね。で栗林投手もそんなに、そうですね、使わない方がいいかなと。そうですよね、
で調子もずっと良くて良くて使い続けてて、あるところからは外れて悪くなってきますけど、出してみないと分かんないですけどね、結局。分かんないですね、はい。で中継ぎが抑えた場合、出してみてダメだったとすれば、負けることにつながりますからね。はい。いいですよね。ということで、塾長としては、おそらく栗林投手は、これはあれですか、7、8、9回。6、7回じゃないですかね。で、大瀬良投手次第ですね。大瀬良投手が全く間に合わないと、うん、焦らしたくもないという時には、森下投手のように一軍に入れるんだったら開幕でローテーションもあるかもしれませんけれど、そうすると紅林投手の先発はあるかなとは思いますが、その怪我がちな先発というのはとりあえず大瀬良投手と野村投手と、はい、上だったジョンソン投手と3人のうち、はい、3人とも良ければ別に栗林投手が先発じゃなくてもいいと思うんですけど、3人のうち1人しかね、誰か1人しか治らなかったと、良くならなかったと、例えば野村投手だけが良かったと、はい、そういった場合は残り2枠を埋めるために栗林投手が先発やるってこともあるっていうことですか？あるとは思います。あの現状今カープ6人、これだけいない中で6人で、ローテーション回して勝ちましたので、だいぶね、育成の各球団育成メンバーに変わったとはいえ、この6人でローテーション回せましたのでね、薮田投手も含めて遠藤投手もいて、10月中旬からね、良かったですもんね。そうですね、中村優太投手もいてでなると、当然やっぱりプロの経験がないですから、栗林投手の方がやっぱり経験者の方が有利だとは思うんですよね。そうは言っても、そうですね、この分だけリリーフでっていうのは考えてもいいのかなと。特に153とか4とか出ますので、あと社会人でかなり経験してますので、多分変化球の制球力もあると思いますので、うん、そうですね、はい、はい、林投手が6回、7回ぐらいを投げる、もしくは先発で、そうですね、はい、それが今、怪我している、特に大瀬良投手と野村投手のことだと思うんですけども、それ次第ですと、はい、いうことですね。はい、どのうちに栗林投手は結構来年活躍するというふうな感じですか？そうですね、活躍はできると思います。うん、そうですね。で、じゃあ2位の話。2位の森浦投手はちょっと見てないんですが、書かれているような文章から言うと、ちょっとね、上手なのかサイド気味なのかわからないですけれども、宮西投手のようなタイプなのかなと、要は左の中釣りとして取ったのかなと、そんな感じしますね。角度があるストレートとスライダーというふうに書かれていますので、そうですね、多分そういうことだと思います。そんな上手があるないですから、もうそうですね、こちらはだから堀江投手が今年かなり投げましたので、うん、ある程度来年のところではやっぱりその堀江投手と森浦投手にも投げてほしいのかなと、うん、堀江投手今年投げてね、ブレイクした感じでしょうけど、来年使えても、来年あんまり使いすぎてしまうと再来年が危ないですよね、このパターン。そうですね、で現実には結局去年頑張ったの中村恭平投手が結局今年はさほど使えませんでしたので、堀江投手もそういう可能性はないわけではないので、そこら辺にやっぱり森浦投手も入って、はい、要は使いすぎない状態を使いたいなと。そうですね、少しでも堀江投手等のですね、負担を減らすためにも森浦投手は有益なんじゃないかと。そうですね、はい、宮西投手みたいな感じだったらそれは一番いいですね。そうですね、はい、はい、3位が大道春樹投手、これ春樹投手、はい、しかも柳見由紀と、はい、でストレートカットスライダーキレがあると、長津キがある両方ともといきますよということですね。ですね、でこちらは多分カープでいうと山口翔投手とか岡田投手とか、はい、こちらの競争相手として取っているのかなと、うん、だから栗林投手、森浦投手よりすぐに一軍を考えてはないのかなと、うん、一軍半の力はありますと、多分、うん、大卒なので、でも、はい、いきなりこう4月5月から
あの結果を求めてない、あ、出してくれればいいですけれども、うん、求めるのは夏場以降ピッチャーが疲れた時に成長して出てきてほしいな、うん、もしくは来年出てきてほしいなと、うんうん、そうなんでしょうね。で、4位が小林達と申しても智弁和歌山ですね。こちらは背が他の投手と比べて大きいです。182cmと。そうですね、こちらはもうあれでしょう、タイプとしては遠藤投手に近いと思いますので。そうですね、もう3年後ぐらいに遠藤投手みたいに出てきてほしいと。本格派ですね。ストレート、はい、カットボールで、あの今流行りのタイプのピッチャーですかね。流行りのタイプのピッチャーですので、ね、あとはファームでちょっとカーブを覚えられるかどうかですよね。そうですね、そうですね、カーブであの初球投げて、あの見送ってストライク取るかどうかっていう感じですよね。そうですね、はい、ストライクとか使っていくという。そうですね、はい、はい。5位が、これも投手ですね。はい。ゴソックス、並木俊投手、ね。俊投手。149キロストレート、カーブ、スライダーを投げると。宮城道、184センチですね。はい。76キロ、ちょっと細身ですね。細身ですね。はい。またコントロールが甘く、高めが多いと。まだコントロールが甘く、高めが多いと。少し球技伸びたと、投手、球種を多くすると面白いと。そうですね、はい、こちらは多分こう野球が好きで野球がやりたいぞっていう選手を取ったのかなと。あ、まあそうですね、こうハングリー精神があるという言い方になるかなという、どうでしょうね。こういう、まあ、カープですね、どちらかというとこう、まあ、いい面にはなったのは、まあ、チームワークとかみんなでっていうところはありますけれども、うん、逆に言うと押しのけてっていうのもちょっと薄らいだのかなと。特に2軍がですね、まあ、仲良しクラブみたいな感じになってしまうと。そうです ね、あの野手の方はもうね、同じ年齢でもう切磋琢磨してかなりの選手が1軍に来て活躍し始めてますから、場合によってはね、自分が危ないっていう状態の切磋琢磨ですけれども、投手陣の方がやはり、もう打たれて自分が2軍に落ちて他が上がってもまたあの人悪かったら俺の出番でしょみたいなところが見受けられないわけではないので、はい、そうですよね、それはありますよね、うん、ここの部分でこの独立リーグの選手、まあ、当然実力もある程度はあるんですが、はい、意外にちょっと高めが多い選手ってこの人だけなんですね、欠点が書かれているところが、うん、はい、普通はそことはないので、そこら辺ではないかなとは思います。そうですね、あー、カープの前、やっぱり今やっぱりカープ投手陣に問題があるって言ってもいろいろあるじゃないですか。先発のこの駒がないですね、長月がいないとか左がいないとか、はい、まあ、高齢化してるかとか、はい、長月だとか、はい、カープの場合はやっぱりいろいろ課題はありますけども、やっぱり中継を抑え、特に中継がちょっとこう質量ともにたけるよということですかね。特に勝ちゲーム、特に質ですね、量はいますので、その悪かった時がどうにもならなくて試合を壊れてしまいますので、そのままここの部分ですね、中継ぎのいい時はちゃんと抑えてますけど、悪い時が、ね、試合ひっくり返されちゃってる試合が多いんですよね。いい時抑えたから次の日も使ってるんですが、前日と同じ投球ができてないので、そうですね、ここの課題ではないかな。今ある程度の量はいるかなと、一軍でも中継ぎでも使えるという面での量はいるかなとは思うんですが、ここ最後のどうしても何日も結果を出すんだっていうところが薄いかなと。あのいいことでも悪いことでもあると思ってますけども、まあ今年2020年ですね、カープの成績を見ると、引き分けが12あるわけですね、はい、試合数が120しかない中で12って多いですよね。すごい引き分け数が、あと1点差で勝ってないんですね、ヤクルト以外で、でこれ勝てない理由ってのは投手だけじゃないと思うんです。何でもかんでも買う、あの投手のせいにするとは良くないと思うんですけども、やっぱりあの追いつかれてしまってるっていうのもありますよね、中盤とかに追いつかれてしまっているのがあります。ですよね。
あ、はい、一つにはあります、間違いなく。あとは、同点で終わらせておいてくれるはず、まあ、2点とかね、3点リードで同点で終わらせてくれるはずが、ひっくり返されちゃって、打者が追いついたりもしてますので。うん、で最終的に引き分けと。最終的に、そうですね、あと1点が、要はあと1点あれば勝つわけですよ。引き分け12ですから。はい。この分がちょっと間に合ってないかなっていう。引き分け12はやっぱり多すぎますよね。多いです。よく粘って追いついてる試合もありますけれども、まあ、勝てたなって、まあ、サヨナラ勝ちにしろ、9回勝ち越しができたな、10回も勝ち越せたなって。っていうチャンスがありながら結局勝ち越せないこともありますので、必ずしも投手だけではないんですが、勝利意識が完全に、まあ、9回はフランスを、ね、後半から、公式化してきましたけど、7、8あたりもぼやっとしてますよね。うん、そうですね、途中からですね。あとだから、あとはベンチなんですよね。悪かったら変えるっていうことをしないで、ある程度打たれて点取られるまで我慢しましたので、うん、やっぱりなかなか投げさせたいピッチャーいないっていうのもあるでしょうし、負担が増えちゃったからでしょうね、きっとね。そうですね、途中からちょっと駒が、まあ、悪い、ね、状態の人たちが一時ベンチにいましたので、苦しい時はありましたので、そこでもし栗林投手とか森浦投手か、もしくはまあ大道投手、大道投手とか、まあ、これによってね、カープの今プロに入ってる山口投手とか岡田投手とか矢崎投手とかが変わってきてくれれば、層は厚くなりますので、年齢的にはもうやってもらわなきゃいけない年齢にはなりましたからね、プロに入ってる人たちも。塾長どうです、塾長の今までのコメントだと、一番即戦力、実のところドラフト2位の森浦投手がそうなのかなと思ったんですけど、今のカープの陣容だと森浦投手を使わざるを得ないでしょうね。そうですよね、一番最初にこう宮西みたいなピッチャー欲しいですよね、日本ハムの。そうです ね、 ね、 ね、そうは言ってもやっぱり、うん、数、やっぱり左、やっぱり試合数が多くなると思うんですね、登板の、うん、で、ね、やっぱりどっかで、そうは言っても、2、3試合投げない試合は作らざるを得ないと思うんですね、故障のことを考えると、はいはい、あまりにも宮西投手がやっぱり怪我をしないっていうのも、まあ、その才能と思った方がいいわけですよ。そうですね、うん、でやっぱり堀江投手も怪我を一度やってたりする投手については、やっぱりもうシーズンはだいたい50試合ぐらいでやめるっていう選択をしないと長いプロ生活はできないかなって考えてあげた方がいいと思ってますので。そうですね、全くその通りですね。60試合投げればそれはいいですけれども、それで 2,3 年でダメになってね、で2軍でじゃあ、ね、球団は契約してくれてもずっと2軍ですっていうのも、これもちょっとおかしな話かなとも思ってますので。良くないですよね。良くないです。ね、野球がやりたくて、まあ、プロに入って練習するわけですから、しかも、ね、怪我で練習もできないということもおかしなこと、リハビリばっかしってわけにもいかないでしょうから。そうですよね、こういうことは考えた方がいい意味では、やっぱり森浦投手なんか取りましたので、はい、やっぱりもっと使ってってもほしいなと、はい、違う方とすると、失礼忘れてましたね、矢野選手ですね。はい。実際、育英高校ですね。はい。あ、矢大学でした。すみません、大学。そうですね、はい。はい、まあ。やはりこれはまずアジアはカープ、やっぱりパイプが強いんだろうなっていうことが一つですね。パイプが強いっていうことは、定期的にアジア大学から取っといた方がいいし、取らないわけがないっていうことですね、カープから。それはあるとは思います。正直言って。で、その上で、一番、まあ、カープが問題になるであろうセカンドショートを守れる、まあ、かなり守備がうまいらしいので、ゆくゆくはゴールデングラブ賞を取れるような肩と守備力を持っている方なようなので、ここは守備固め的に補強したのかなと。170センチ72キロ、小柄ですよね、はい、なので菊池選手みたいになってくれたらなっていうことで、打撃は後から底上げをするのかなと。まあ、曽根選手とかね、三好選手とかいろいろいますけど、右投げ左打ちで内野手っていうと、ちょっと体の大きさは違いますけど、阿部選手の枠があるんですよね。はい。
そうですよね。あそこの部分に打てる選手を入れて、守備型として矢野選手を使えばいいということですね。そうですね。で、試合は守備固めで使って、まあ、1打席ぐらい回ってくれば使って、打撃力を上げていくと。そうですね。はい。まあ、こういうことのドラフトで考えたんではないかなと、私はそう推察しましたので。で次が、育成枠1、二俣翔一選手ですね。はい。はい、高校卒ですね。キャッチャー。キャッチャーですね。南見由紀と肩の強さを目指すと。そうですね。こちらもまだ必要なのかなと思いましたけど。あの石原捕手がいなくなったからだと思います。ああ枠ですか。はい。やっぱり取っとかないと、なのでドラフトではなかったのかなと。うん。要は育成の枠で取ったのかなと。うん、カープはでもどうですか。まあ捕手に関しては。まあ、うまく世代交代も続いてますしね、この前塾長から石原選手のね、まあ、引退に合わせていろいろ喋っていただきましたけども、うまくいってる方じゃないですかね。うまくいってると思います。なので多分石原捕手の引退があったの で去年キャッチャー取ってますので、はい、かといってまあね、キャッチャーやっぱり一人いなくなった分の補強は考えた方がいいけれど、まあ、支配下の問題があって育成にしたのかなと、高校生でもありますので、うん、ちょっとここら辺でキャッチャーを変わ、少しアウター買いみたいに取ったんじゃないですかね。ドラフトで2年後ぐらいで社会人でも行って他の球団取られるよりかは、まあ転ばぬ先の杖みたいな感じですか。そうですね、サッカーすると、はい、ね、はい、駆け足ね、塾長から今年のドラフトのことに喋っていただきました。はい、それでは塾長ありがとうございました。はい、ありがとうございます。どうも失礼します、はい、失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。